はい、ツインメッセ静岡に来ました。初めてシズレプ、合ってますよね、シズレプ、夏レプに来ました。時間がズームできんの、できないや、なんとなく12時半ぐらいですかね。まあ12時半ぐらい、2日目です。到着してます。ちょっといろいろね、中見て回りたいと思います。今日は大西さんと小熊くんがいます。じゃあ行ってきます。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。はい、今秋葉原かな、ちょっと全然ね、こんな明るい光がたくさんあるところに来ることほぼないので、めちゃくちゃ新鮮な景色なんですけれども、秋葉原まで帰ってきました。これからね、まだ1時間ちょっと電車でかかるわけですけれども、無事にね、なんとか一人でも帰れそうなので家に帰っていきたいと思います。でこの後ね、購入品やお迎えの紹介ができたらと思います。はい、帰ってまいりました。大体3時間ちょっとぐらいですかね、車と電車とで無事に帰ってまいりました。早速ね、家に帰ってきてすぐ今回しているわけなんですけれども、JRS 静岡お会いできた方、お話させていただいた方、またお写真撮らせていただいた方、ありがとうございました。やっぱり今まで行ったことのない場所でのイベントだったので、距離が遠くてお会いできなかった方々にたくさんお会いすることができて、本当に行ってよかったなと思いました。本当にこの2日間全体を通して、まあ、初日に関しては大西さんのご自宅にね、ちょっと宿泊させていただいていたわけなんですけれども、その時の様子は、チャンネル RR の方でね、ライブ配信が上がってますので、興味がある方はぜひ見てみてください。で翌日、JRS の方、その3人でね、参加させていただきまして、だいぶ回ってました。12時半頃に到着して、4時ギリギリぐらいまでいたので、もう本当に午後がっつり回ったような感じでした。声かけてもらった方や、もう本当にイベントに遊びに行っただけなのに差し入れをくださる方も何名かいらっしゃいまして、本当にありがとうございました。やっぱり普段お会いできない方とお話をして、写真撮らせてもらったりとかして、あの喜んでもらえてっていうのはすごく私自身も嬉しかったです。行ってよかったなと思いました。で今回購入品なんですけれども、いくつかございます。はい、まずはじめにこちらですね、ついに購入できました、レオバイトです。これうちめちゃくちゃ愛用してるんですけれども、最近ね、僕が参加するイベントではあんまり巡り合えなくて、早く補給しなきゃなと思ってたんですが、今回ね、ついにまた巡り合うことができましたので、レオバイトの 100g を購入させていただきました。続きましてが、じゃん、こちらですね、わかるかな、ラケルタさんのステンレス水入れになります。これは普段私が出店している時にお手伝いで入ってくれているお手伝いさんも欲しいということで、まあほぼその子分なんですけど、ステンレス水入れ、自分用にもいくつか購入させていただきました。ありがとうございました。続いてがこちら、まああんまり近くで見せるとちょっとあれなんで、この辺の距離で、ハニーワームですね。まあうちの子たちの餌用に購入させていただきました。はい、そして今回お迎えがございます。こちらの子たちですね、このままだと全然見えないかな、あ、ちょっと見えるね。今回はこちら楽天っていうお店ですね、楽天様で購入をさせていただきました。大阪のショップ様ですね、こちらのショップ様からエレガンスボーイビアモリ、こちらを2匹ペアでお迎えをさせていただきました。到着した時の値段よりも帰る前の値段がちょっとさらにお安くなっていてですね、これはちょっと買いだなっていうところで、もともとうち飼育してるんですけれども、一つのケージでわちゃわちゃしてくれている姿がすごくね、うちの中では癒しのケージになっているので、まあ、そこの追加要因という形で今回お迎えをさせていただきました。はい、購入品、お迎え品は以上になります。はい、今回ね、静岡
のイベントということで初めての参戦ですごく疲労困憊なところではあるんですけれども、まあ、早めにね皆様に情報をお伝えできればと思い、そのまま当日に更新をさせていただきました。またね今後もイベントでの様子とか、うちの生き物たちの様子なんかも紹介できればと思ってますので、気になる方はチャンネル登録グッドボタンいただけると嬉しいです。それでは今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。